はい、速稼塾の久保でございます。今回の放送は J コスメのことをちょっとお話ししようかと思ったんですけども、全くの無駄になりました。ですんでね、もう見なくて結構です。私の愚痴を申し上げるだけでございます。実はですね、今月の16日、17日と京都、大阪方面に行ってきたんですよ。明確な場所はちょっと申し上げられないんですけども、京都、大阪の辺りということを申し上げておきます。途中でね、放送もちょっとしたんですけども、その他のことがほとんどできなくって、何をしたかというと、菅原会長にね、お会いできるということで、ある方がね、私をお引き合わせしてくださるということなんで、アポイントメントの会場に行ったんですね。で、菅原会長が来るまでちょっとお話ししましょうということで、待ち時間が40分ほどあるということなんで、私もね、早めに行ったもんですから、じゃあ、小1時間ぐらいこの人とお話しようと待ってようかなと思ったんですけども、結構ね、暗号通貨の話をタラ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 されたわけなんですよ。で、J コスメ関連の話は全く出てこなくって、菅原会長が来るとも来ないとも途中からね、全然言わなくなってですね、暗号通貨の話ばかりをしてきて、最後にやっぱりこうプレゼンが来たというかね、久保さんには絶対、これね、手にしといてほしいんで、余裕になるお金100万から200万ぐらいちょっと投資してもらえませんかということをね、話されてたんで、私はそれね、受けないでもないかなと思ったんですよ、別の場面だったらね。でも菅原会長と会えるということなんで、わざわざ来たのに、そうじゃなくてセールスはないだろうと思ったんで、契約はしなかったんですね。菅原会長に会いに来たんで、ちょっとお話しするまで他の案件を入れないでくれますってことをね、きっぱりと申し上げてね。で、その方が、じゃあ、この辺で失礼しますねって言われて帰ろうとするから、いや、ちょっと待ってくださいと。J コスメの菅原会長が来るんでしょと。そのために来たんですよっていうふうに申し上げたら、来ないんじゃないですか って言うからね。急に態度がだから変わるんですよ。ですんで、多分私が菅原会長と、電話会議なり対談をしたいというふうに、言ってたのをね、どっかで聞いて、そのネタで呼んで、で、来た私に対して、もう完全にアウェイですからね、そこでプレゼンをしようかと思っていたんだろうなと思いまして、非常に気持ち悪いね、本当愚痴るばっかりですよ、今日は。すいません、こんなことにもなっちゃうんですよね。これもだから引っかかっちゃった、一杯食わされたの一つなのかもしれませんね。でも、ただでは転ばないということですかね。なんかね、この暗号通貨系の話が、マイニングとかね、ICO はさすがに出てないんですけども、プロジェクトの話が結構出てきてまして、私はほとんどが嘘だと思うんですよ。でも多分、いつも通り、多くの方が100万だの、200万だの、それにつられてね、もう喉元を過ぎれば暑さを忘れるじゃないですけども、ICO で痛い目を見た2017年、2018年のことをね、もう忘れてしまって、回復した資金を暗号通貨にまた投じると思うんですよ、わけのわかんないものに。だからそこは興味がないんですけども、でも私はね、ちょっとね、また今回ひらめいたことがありまして、それはこの暗号通貨のなんとか案件っていうのを買う時には、ほとんどの場合ビットコインを送金してくれっていうふうに来るはずなんですよ。じゃなくてもイーサリアムとかリップルとかね、その派生系もあると思うんですけども、何がしかの特定の通貨をドルなり円なりで買って交換して、で、交換後の暗号通貨をこのウォレットかなんかに送金してくれ、それがエントリーの料金だよっていうような形でね、送金すると思うんですよ。で、そこはどうでもいいんですよ。私が問題なのは、出来高が増えるなと思ってることなんですよ。しかも、圧倒的に増えるかなと思ってるんですよね、ビットコインが特に。ですんで、これからあと年末にかけてね、年末年始にかけて、多くの方が暗号通貨をビットコインを通じて買うと私は思ってます。ですんで、当然ですけども値段上がるんじゃないかなと。あやふやな読みですけどもね、そうなんじゃないかなと思うんですよ。ですんで、多くの方はビットコインを送金して、それが戻ってこないお金だということを知らずにね、しばらく半年ぐらいは LINE グループかなんかでまとめられたのを見て迷うんでしょうね。粘るんでしょうね。で、出金どうなってんのとかね、投資した金額どうなってんのって LINE に投げようもんならすぐに排除されるみたいな、いつものパターンが起きてきて、結局みんな泣き寝入りと。冷静に考えたら、よくそんなよくわけのわかんないようにね、100万200万入れたなっていうふうにね、周りの人に言われるんだろうなと思いますけどね。ですんでね、この時期から、そういうふうな詐欺案件に引っかかる人が、途中で、その段取りの途中でビットコインを買うと思うんで、イーサリアムとかね。で、それを何点か貼っとけば、
その詐欺に引っかかった人が両替するときに値段、我々のね持ってる値段もぐっと上がって、そこで利確すれば難なくただビットコインを交換するだけ、持ってるだけで値上がりしてエグジットできるんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、っていうところですかね今回は。で J コスメの菅原会長に関しましては本当に私一杯食わされまして、菅原会長に会えるよっていうふうに明確に言われたのに言ったらそうじゃなくって暗号通貨の話をされたというね、ちょっとねこれはないなと思いましたね、うん、というのが私のね今回の旅のレポートその1でございました。まだあります。それでは行ってらっしゃい。